エットレスコラは、イタリアの映画監督、脚本家。1950年代前半、20歳で、脚本家として、デビュー、40本以上もの脚本を量産。1964年、もしお許し願えれば、女について話しましょうで、映画監督としてデビューした。1976年の、醜いやつ、汚いやつ。 悪いやつで第29回カンヌ国際映画祭監督賞を受賞1980年のテラスで第33回カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞1984年のルバルで第34回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した2012年4月トリノ霊女劇場の依頼でモーツァルトの歌劇 コジファントッテを手掛け、オペラ演出家デビュー。2014年夏のプッチーニ音楽祭で、ラ・ボエムを演出し、ジェノバカル・ロフェリーチェ劇場の2015年から2016年、シーズンオープニング作品として再演。この公演終了間もない、2016年1月19日、ローマ市内の病院で死去。84歳没。2016年夏には、プッチーニ音楽祭で、 ラ・ボエームが再演されるとともに、2017年2月には、ジェノバで、古児が上演されるなど、追悼上演が決まっている。ありがとうございます。